大君位近尺大受賞の副賞を廃用する構想。高一級禁止勲章、勲一等旭実刀下大受賞などと並び副賞を廃用する長谷川義道。左下に見えるのは同じく、大韓帝国の大君位随聖大受賞。大君位近尺大受賞は、大韓帝国の最高位勲章。1900年に制定され、名称は、理政権の故事に基づいている。 1900年4月17日、大韓帝国直令第13号の勲章条例によって帝国内の最高位勲章として制定された。大勲位金弱大受章は、李氏朝鮮の初代国王である李政慶が即位前に夢の中で金弱を得たという故事に基づいて命名された。基本的には皇帝をはじめとした皇族が廃用し、その他部官文館の中で、 特別の功績を挙げた者にも特使によって授与された。叙勲された者には600から1000ウォンの年金が送られたほか、2000ウォンの貸金もあった。大勲位金弱大受賞は大受賞である正明と副賞からなる。正明は金星であり、直径は約7.5センチメートルである。金の縁取りが入った大局を中心にして、白色の極光が四方へ広がり、 曲行の間には三連のリカ側を描くように配されている。大樹と正明をつなぐ宙も金星であり、白の理科に五枚の葉が添えられている。宙の裏には右横書きの天書体で金弱大君と刻まれている。副章も基本衣装は正明に準ずるが、直径は約9センチメートルとやや大きい。裏には 中と同じく縦書きの天書体で、金弱大君と刻まれている。大君金弱大受賞を大君する際は、右肩から左下へ大樹をかけ、樹の交点に中と正明を取り付ける。副章は左胸に配用する。略樹の材質は大樹と同一である。形状は円形であり、公色の理科の上に、金の十字が描かれている。略樹は通例ボタンホールに配用する。 役職などは原則受賞時のもの ABCD。2016年2月25日閲覧。2016年2月25日閲覧。P113AB、P91 から92。2016年2月25日閲覧。2016年2月25日閲覧。2016年2月25日閲覧。 2016年2月25日閲覧2016年2月25日閲覧。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  2016年2月25日閲覧。2015年4月5日閲覧。2016年2月2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 5日閲覧。閲覧ありがとうございます。